八千草さは、日本の女優、大阪府出身、宝塚音楽学校卒業、所属事務所は、ヒイラギ企画、愛称は、ひとみ、交渉身長154センチメートル、幼少時に父を亡くし、母子家庭で育つ。思春期がちょうど戦時中であり、自宅も空襲で焼け、色のある、夢のある世界に飢えていたことから、華やかな世界に憧れた。 聖泉高等女学校在学中に宝塚音楽学校に合格し、1947年に宝塚歌劇団入団。宝塚入団時の成績は50人中19位。入団当初は文福茶釜のたぬきなどコミカルな役を当たり役としたが、1952年、源氏物語の初演で可憐でムくな若紫を、内ち、外面とも見事に表現し、 絶大な評判と人気を博した。以降は、美貌、青春派の娘役として、宝塚の一時代を風靡、同年から劇団内に新設された映画戦果に所属した。1951年のビ、首人、1952年の、ジャワの踊り子にも出演している。宝塚財団中から、東宝映画などの外部出演をこなしており、当時の、 お嫁さんにしたい有名人の統計で、たびたび首位に輝いた。1957年5月31日付で、歌劇団を退団。最終出演公演の演目は、花組公演、醜いアヒルの子、高春参加。退団後は、テレビドラマでのおっとりとした、両再見母役が好評を得る。一方、 岸辺のアルバムでの家族に隠れて不倫する、主婦役で、従来のイメージを覆し、テレビドラマ史に残る名作と評された。私生活では1957年に、映画監督の谷口千吉と結婚した。人気、高感度絶頂の八千草と、親子ほどの年の差があり、しかも3度目の結婚となった、谷口の組み合わせは、当時、多方面で、話題、波紋を呼んだ。 2010年3月中旬にドラマの撮影中に転倒し、右室外骨を負傷。当初は前期3週間と診断されていたが症状が悪化し、5月開催の第19回日本映画批評家大賞受賞式を欠席した。2014年、古巣宝塚歌劇団創立100周年を記念して設立された宝塚歌劇の伝道最初の100人の一人として伝道入り、 2017年の末に水臓にがんが見つかり、2018年1月に手術を受ける。予後は良好でドラマ収録や舞台、黄昏の主演もこなしたが、2019年に入って肝臓にがんが見つかったため、2019年4月放送開始予定のドラマ、安らぎの国道の主演を降板し、休業して治療に専念する。同年2月9日に発表した。 5月26日、理事を務める日本生態系協会のイベントに出席、癌を発表後初めて公の場に登場した。2019年10月24日午前7時45分、水臓癌のため東京都内の病院にて死去。88歳だった。宝塚時代の経験が、仕事はもちろん、趣味の山歩きでも生きていると述べており、自然環境保全審議会委員を務めたこともある。 テレビドラマ、赤い疑惑では、主演の山口桃江のスケジュールの都合で、細切れ断片的な収録を余儀なくされたことに、納得できず、自ら途中降板した。宝塚歌劇団に入団した戦後間もない頃に、東京公演で銀座を訪れた際、お寿司が食べたいわ、と何気ない発言が、食料事情の逼迫していた当時は、周囲から貧縮を買ったことも。映画、蝶々夫人は、 有名なオペラとして世界各地で上演されているが日本文化の描かれ方がめちゃくちゃで映画を通じて世界に正しい日本文化やこの作品の情景を伝えようという胸で制作されたそのため日本家屋のセットはすべて日本から空輸して現地で私しした日本人スタッフが組み立てた本格的なもの衣装なども空輸したもちろん八千草もヒロイン像にふさわしい 日本人女性の象徴としてのキャスティングである。また、八千草と共に助演で出演した、道後春子、いぶきゆき子、大鳥あちよ、淀ドほる、ル、あずさまゆみ、ちくしまり、朝さひよしこら当時の宝塚歌劇団、生徒17名も私しした。1954年8月19日に八千草と共に、住花よが、ベネツヤア国際映画祭に参加するために、 羽田空港から私医師続いて同年10月2日、生徒一行も羽田空港からエールフランス航空に登場してイタリアへ出発。生徒一行がローマのチャンピーの空港に到着した模様や映画撮影中の模様を伝えるニュース映画が現存する。そして全撮影を終了して同年11月12日に午後10時。 羽田空港機のエールフランス航空機で一行は約40日ぶりに帰国した。その後、同年12月28日に八千草が帰国した。当時はまだ海外と航自由化の遥か前で大変貴重なヨーロッパ行きとなった。映画制作費は当時の約2億円。1977年、ヤマハパッソルの広告に起用。前年、ホンダが商品化した。 原動機付き自転車、ロードパルは、ソフィアローレンを起用して爆発的ヒット。競争相手であった、ヤマハ発動機は、あえて、日本人女優である、ヤチグサカオルに、白羽の矢を立てた。当時、ヤチグサは、免許を所有していなかったため、ヤマハの免許センターで取得。実際の撮影は、オーストラリアで行った。優しいから好きです。というキャッチフレーズは、 ヤマハとホンダの販売競争を激化させるきっかけにもなった。旅は、そよ風宝塚時代宝塚対談をたたす。ありがとうございます。